こんにちは、サイソン和也です。引き続き鶴見光子さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回、はい、事前に光子さんの方のインスタで YouTube をね、撮影するので、質問募集しますと募集してもらったと思うんですけど、質問の中から何個か厳選させてもらって、はい、それをお答えいただくような形でお願いします。NG はないですか？ NG なしです。OK です。じゃあ行きたいと思います。ゴルフのスコアはどれぐらいですか？はい、今、一番ベスト115です。おー。上手くなった。やっと、うん、最初どんぐらいだったんですか？測定不能ぐらいでもその測定不能な状態でもちゃんと生き続ける、うん、参加するっていうのはやっぱ大事ですよね。そうですね、うん、まあ、仲いいお友達とか誘ってもらってですかね、うんうんうん、やっぱゴルフはね、友達とかいないと多分行くタイミングとかないと思うんで、うんうん、なるべくなんかゴルフ友達作りました、うん、そしたら結構誘ってくれて、うん、まあ、今ね、体操教室オープンしてからは行ってないんですけど、オープンする前は月2回とか。確かにゴルフの話よくしてます。最初やばかったですよね、うん、逆にすごいやばかったゴルフから、うん、今115までスコア上げられたのって、うん、これめちゃくちゃ分かりやすくて、うん、なんか3回連続ぐらいで雨の日だったんですよ、ゴルフ。なんか雨って最悪じゃないですか、集中できないし、うん、めっちゃ濡れてて滑るし、うん、足が悪いしみたいなのを3回やったんですよ、連続で、うんうん、全部雨、うん、これやったら急に上手くなったんですよ。だから悪い環境でやって、うん、いきなり晴れの日にいい環境に行って、いきなり117とかだったんですよ、うん、それまでは140切れないぐらいだったんですよ、うんうん、いきなり117とかになったんで、うん、雨の日行ったら上手くなるんだと思雨の日に行くってのは難しいと思うけど、雨の日とかコンディション悪い時であえて行く、あえてやる。そう、うんうんうん、結構、うん、キャンセルする人多いと思うんですよ、うん、雨めっちゃ降ったりとか、うんうん、でもなぜか、うん、3回とも行った人、雨でも何でもやるっていう人だったんですよ、うん、それでもう半強制連れてかれ、うん、雨の日って思いながらやって、うん、それを終えた4回目のめっちゃ晴天のゴルフ、めっちゃ打ちやすいんですよ。集中できるし、足がいいし、そしたらめっちゃスコア良くて、お悪いところでやってて、いいとこ行っていいなみたいな。 あえて居心地の悪い場所に行くっていう、あえてやるのはたまにはいいと思うんです。やりすぎもよくないですたまに3回目ぐらい、3回ぐらいちょうどじゃあ次の質問、はい、恋愛の話です。はい、どういう男性がタイプなのかっていうと、うん、どういうデートをしたい。まず私絶対見るのがレディーファーストできるか、うん、それいっつも言うよね。いっつも言う、うんうん、これできない人日本人多すぎて、うん、やっぱ海外で試合とか多いから、うんうん、海外の選手とか、うん、全然知らなくて面識なくても、うん、ドア開けてくれたりとか、うん、お店とか、うん、エレベーターも絶対パッと通すんですよ、うんね。もう海外もこれ普通、うん、日本人なんかもう、うん、我先にみたいな男の人多いから、うん、って思っちゃう、うん、レディーファースト、うん、あとはこれ体操選手だからっていうのあるかわかんないけど、歩き方見ちゃう。ちょっと内股とかガニ股すぎても嫌だし、うん、なるべくまっすぐ歩いてほしい歩き方レディーファースト、うん、それが一番もう重要、もう重要、うん、いくらお金持ちでもここ2つできなかったら、うん、ああって思っちゃう。歩き方 OK、レディーファースト OK の人にどこにデート連れてる、うん、割と私、高校生みたいだと思う。普通に水族館行きたいとか、うん、ディズニー行きたいとか、うん、そういうのもいいかも。いいじゃん。全然そういうなんかもう、うん、高校生、大学生がやるようなデートしたい、うん、最近は？最近？最近はデートそういうとこ行ったりとか全然もう、うん、彼氏はいないけど、うん、一番最近、まあ一緒に遊んだ人は明治神宮行った何しに行った？自分を清めようと思って、うん、と明治神宮行きたい、自分にって言ったら、うんうん、あその子が、うん、あいやついていくよみたいな、うん、明治神宮行って、うん、原宿でクレープ食べた、うん、最高だよそれ。でも超高校生みたいじゃない、うん、いや僕も最近娘が原宿結構好きで、うん、僕原宿行くけど、原宿で綿菓子、こうすっごい大きい綿菓子とかクレープとかタピオカとか、うん、それこそなんかイチゴに水飴みたいなのかかってるやつとか、ああああ、前のとか全然楽しめる。そう、うん、だから何気に楽しかった、うん、普通に明治神宮、原宿でと。ああいいね。じゃあ次、どうしたらオリンピック選手になれる、うん、どうしたら、
でも思うのは、オリンピックに行くまでだったら、まあ大体私の感覚だけど、8割努力、2割才能。努力の方がやっぱ多い。めちゃくちゃ多い。とちょっと才能がいい。でもメダル取るってなったら、やっぱそれなりに才能がないと、努力だけじゃちょっと難しい。っていうのはすごい感じる。それで実際にオリンピックではメダル取ってないと思うんだけど、うん、世界選手権、日本選手権で6連覇した自分がいるじゃないですか、うん、やっぱ私って才能あるなっていうふうに思う。いや、私の場合は努力と環境かな、うん、環境ってのは具体的にどういう。私は教えてくれた先生が中国人とロシア人だったから。でも中国の先生の方が長いんですけど、うん、中国の先生はやっぱ私を見た時、ちっちゃい時見た時に、あ、この子ならいけるって思ったらしくて、体勢っていうか、まあ、ちょっと多少骨格とかあると思うんですよ。とあとは怖がらない性格っていうか、うん、とりあえずやってみようみたいな、多分性格だったから、それも良かったのかなと思うんですけど、まあ、やっぱ環境で人はだいぶ変わるから、何かね、自分が子供とかできたら、とりあえずはいろんな環境を作ってあげてみようかなって思う。でやらせてみて、あ、この子どれが才能あるかみたいにやるのが一番いいかな、うんうん、僕も娘がいるから、うん、とりあえずやりたいってことをいろいろやらせるっていう環境っていうのはすごく大事なのかなっていう。大事。環境が良ければいいほど絶対やることも変わるし、内容も変わるし、うん、自分の子供だったら絶対一流に習わせたいと思う。あ、何でも。確かに体操でも一流っていうか、まあ、オリンピック選手と例えば、まあ、全日本やっと出れますぐらいのレベルの人ってやっぱ体の見るところ全然違うんですよ。だから注意するところもやっぱ違うんですよ。だから私は子供ができたらちょっと全然違うけど、バイオリンとかやらせたとか思うんですけど、バイオリンやらせるんだと絶対一流の先生に習わせたいってやっぱり思います。体操を習わせるならもう鶴見高校の体操教室に来い。やっぱ違うと思う。そこのこう周りの体操教室と、なんか自信持って言える。周りと違いますって言える。あ、でもそれってやっぱ経験してるし、実績もあるから、それは言えますよね。言える。やっぱこだわりあって、こういうコンテンツでやってるし、めちゃくちゃあるから、それは言えますね。違うよ。最後に、コウコさんから、いろんな経験をしてきて、乗り越えて、今があると思うんですけど、やっぱ見ている方の中で、やっぱどうしてもちょっと悩んでたりとか、一歩踏み出す勇気が出せないっていう方も中にはいらっしゃると思うんですね。そういう人に対して、最後、メッセージを。私がここまで来たの。一番意識して取り組んだこと。とにかく、とりあえず、やる。バイトもそうだけど。仕事も、まあ、この体操教室もそうですけど、やっぱ心配ってあるじゃないですか。本当にこれうまくいくかなとか、本当に自分に合うかなって私も思うんですよ。体操教室やって本当に来てくれるかなっていう心配もあったんですけど、いつも頭で思う、なるようにしかならないといつも思ってやってるんで、とにかくやってみて、なるようにしかならない。失敗したりとか、困ったなっていうことが起きるかもしれないですけど、それはその時に考えようっていつも思ってますので、皆さんもとにかくやってみてください。以上です。はい、はい、僕もとにかく何かやってみるっていう、やってみてから軌道修正する。なんか悩んでるなっていう方はちょっとやってみて、トライしてみてください、ぜひ。で、最後になりましたが、鶴見高校さんの体操教室概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てください。お願いします。タイソン和也チャンネル見て体操教室来たよっていう、なんか特典ありますか。あ、入会金半額で。お、ありがとうございます。入会金が半額になりますので、ぜひよかったら来てみてください。じゃあ、長きにわたりありがとうございました。ありがとうございました。